gbcco. n と移植する第65回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は今1時間前に撮ったやつを撮り直しです。マイクがオフになってるというショック。まあ気を取り直していってみたいと思います。今回はここですね。サポートローカルバリアブルイニシャライザーズから、Handle Union Initializers for Local Variables カムカム。ということで、イニシャライザーの、一連の処理ですね。これをやっていきたいと思います。じゃあ、まずはこれから。イニシャライザーって、まあ、初期化式ですね。まあ、手始めにやるのは配列なんですけど、こういうような感じで、配列の各要素に対して、この、初期化式ですね、右辺の初期化式の1、2、3というのをそれぞれ、代入するというやつですね。で、多次元配列についても同じようにこうブロックをネストすることによって書くことができるという感じですね。で、まずですね、ノードに新たに ND ヌルエクスプレッションというのを追加しています。これは内部でその初期化式を結合して一連のその初期化式群というのを一つの式で表すために ND コンマを使ってこう結合してるんですけど、それらの式を。まあその時にこう何もこの ND コンマは右辺と左辺が必要で、その右辺と左辺をそれぞれ実行して右辺の結果を返すみたいな、そういう式なんですけど、それに、片方にND ヌルエクスプレッションを適用することによってこうなんていうのかな、結合が簡単にできるようにするっていうことをするために使われます。で、このノードは結局ここに書いてある通り何もしないノードなんですね。まあ一体どういうことなんだって感じなんですけど、まあそれはちょっと中身を見ればわかるかもしれない。で、まずですね、今回ちょっと構造体が増えていて、一つはそのイニシャライザーという構造体。これはリンクリストになってますと。で、個々のその、初期化の、その初期化式の、例えば、ここにちょうどコメントがある、こういうやつでいくと、この、左辺側といったらいいのかな。左辺のこの、初期、なんだ、変数宣言ですね。変数宣言の型。これで言うと、int、カッコ2、カッコ2になるんですけど、それがこの体に入っている感じですね。で、それからそれに対応するトークンが入っている。そして、このノードエクスプレッションというのが、この右辺の式ですね。これを表したものです。ただし、この右辺っていうのは、これ、なんとなく、こう、C 言語っぽい、それっぽいなんか式のように見えるけど、このイニシャライザー専用の構文なんですよね、実は。なので、そいつをこう噛み砕いて、それぞれの初期化式に相当する、実際の式、ND じゃない、ノードで表される式に変換されたものがここに格納されるという感じなんですよね。で、それと合わせて、これらの子要素というものも定義できて、子要素というのは、親要素がこの X の、ここまで、先頭の、次元といったらいいのかな。まあ、配列で言ってるんで次元なんですけど、ネストしてる型ですね。これと、それからこれみたいな。なんかそういうのの、それぞれの要素、この子要素は2個あるから2個みたいな感じで、ここのチルドレンの配下になんか2個ある。そしてそのさらに下に2個2個あるみたいな感じのツリー構造に、それぞれの要素がなっている、そのイニシャライザーを結合しているのが、この、チルドレンというメンバーになります。これね、かなりね、まあ、口で説明しててもちょっと分かりにくいと思うし、ソースコードを見てても、まあ、ちょっと分かりにくいなっていう感じなんですけど、まあ、それもこれもね、結局なんかこの、なんとなく C 言語の構文っぽく見えるけど、実は C 言語の普通の式ではない、このイニシャライザーの式、初期化式を、実現するために、まあ、こういうものが定義されているという感じでですね、まあなんか、これ自体は別に悪いわけじゃなくて、むしろなんかものすごくよく凝縮して練られた構造だなと思ったんですけれども、なんですけど、それがちょっと分かりにくい原因になってるような気もしますね。で、initDSG っていうのは initDesignation だと思うんですけど、これは巷で、騒がれてるチャット GPT さんにお伺いを立てて聞いてみたところ、デザイネーションの略ではないかということを言われたので、おなるほどという感じなんですけど、まあ、これもリンクリストになっていて、現在のその、初期化詞の、初期化詞が指す、配列のメンバーのインデックスですね。で、それと、あとそれに対応する、バー、その初期化詞を格納すべき場所を指しているそのバーですね。変数ですね。ローカル変数を指すものがここに格納されているという感じですね。これもなんでこんな風になってるのっていうのが本当に分かりにくいんですけど、ちょっとうまく説明できるかは自信もないんですが。で、ですね、これ上から見ていった方がいいかな。上からというか下からというか。今回追加するので一番その、ポイントとなるのがこの L バイイニシャライザーというやつで、こいつがその初期化式の、一連の処理を行うわけですね。で、その対象となる変数ですね。さっきのでいくと、この X ってやつなんですけど、この X を、間違えた。Xがこれの呼び出し元で宣言されているのがこのバーに渡ってきます。で、そいつを、このイニシャライザーに渡して、そのイニシャライザー構造体を初期化します。で、型を渡すことによって、その型で初期化しようとしているというのを、ここで作るわけですよね。で、あと initDesg もここで初期化で用意しておきます。その格納先の、変数をこのバーの中に格納していると。で、createLYinit を呼び出して一連の処理を行っていくという感じですね。で、その時に、createLYinit を呼び出すと、そうすると、まず、すいません。型に、型のカインドを見て、配列だったら、今回配列しかないので、配列しかないんですけど、まず最初に、空のノードとして、ND ヌルエクスプレッションを作っておきますと。で、こいつに対して、この ND コンマで、この空のノードと、今、ゴニョゴニョと処理した、その初期化式を生成したノードを結合していく。っていうのを N 回繰り返す。これはその配列の要素数分だけ繰り返すんですね。そうすると ND コンマ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 みたいな感じで結合されたそういうツリーが型倍のツリーみたいなのが出来上がって、で、それを最終的なその全体の初期化式として返すことによって、初期化が実現するという感じですね。で、それがですね、これでノードを最後に返しますよと。で、それぞれのじゃあ要素をどうやって初期化していくのかなんですけど、これで createLByInit で、ぐるぐる再帰的に呼び出します。それは、配列の、多次元配列の、子要素、孫要素みたいな感じで、ネストしているものを、想定してるんですね。で、子要素なら子要素でもその孫要素が N 個あるみたいな感じになってるので、それぞれのそのチルドレンに対して、ぐるぐる回しながら、再帰的に処理をするという感じですね。じゃあ、一個一個の要素が何かっていうのは、最終的にその、この、createLYinit を再帰的に呼び出すと、いつかリーフにたどり着いて、そいつの型はタイアレイではなくなるので、その場合こちらに来て、initDesg expression っていうので、この後見ますけど、それで、左側のノード、それから、右側がそれに対する初期化式を表すエクスプレッションが得られるので、そいつを、ND アサインで結合することによって、1個の要素についての初期化式がこれで実現するということですね。で、この init.desg エクスプレッションっていうのが何かというと、この左辺に相当するんですけど、ND アサインで結合しているので、左辺はおそらく何かこう、例えば、一番簡単なのだと、変数名だったりとか、なんかそういうのを参照するためのノードがここに来るはずなんですよね。でもまあ、こいつは何を生成しているのかなんですけど、これが、すぐ上にあるこれがそうで、で、ここで、先頭、ここに渡された desg が、のバーが格納されている場合は、そのバーを参照するノードを生成して返します。これは、一番最初に呼び出した、この L バー init の時には、この desg のところでバーを格納しているので、なので、このバーを使って、ここまで来るから、まあ、いきなり、ノードとしてはこれが返るみたいな感じになってるんですね。ところが、createLBinit で再帰的に探索する、つまり、配列の、2次元目、3次元目みたいな、子要素、孫要素みたいな感じで探索していると、別の init.desg が用意されてるんですね。で、こいつにはバーが入っていない。対応する、要するに直接格納すべきバーが存在しないってことを意味してるんですけど、その場合、この if は、抜けて下に行きます。そして、init.desg エクスプレッションを、再帰的に処理をします。そして、それは desg の next、desg の next は、この呼び出し元で、親の要素の desg を指しているので、この next がそれに相当するんですけど、親へ辿っていって、親のこれなんか逆方向に辿ってるんですけど、子供から、例えば孫まで行ってると、孫、子供っていうふうに参照してて、そしてもう一回ループすると、もう一回再起呼び出しされると、子供から親みたいな感じで辿るっていう、ちょっと逆方向になってるのでややこしいんですけど、そうするといつか親に辿り着くから、desg のバーには何か入ってるはずで、その、バーの参照が得られます。そいつに対して、子を孫っていうふうに戻っていくときに、この行が、評価されるんですけど、その時にその desg に対するそのインデックスの番号ですね。そいつの、ノードを作って、そして、nddelef でその右辺と左辺をアットしたものをデリファレンスするっていう風になってるんですね。もうわけわからん感じなんですけど、これは何をしてるかというと、これ、孫から子へ、そして子から親へっていうふうにたどるって言ったんですけど、その最後の親は結局、配列のその変数を表してるんですよね。その変数っていうのは、配列なのでポインター型だと、ポインターを参照してるみたいに想定できる。ということはですね、その、親が得られたものに対して、RHS、つまり、ここでいう、その desg のインデックス、要するに、要素の番号を、アットすることによって、何番目っていうふうにずれてるところを参照するんですね。親のその配列の N 番目みたいな感じのものを参照する。それをデリファレンスしたものをもう一度、再起で戻ったところで、これですね。こいつに対する LHS で、もう一回、今度は、子要素の、インデックスを、アットすることによって、今度は子要素で N 番目にずれた、M 番目にずれたと言ったらいいのかな。N×M だとすると、M 番目にずれた部分を参照するような、ポインターの計算を行い、それとデリファレンスするみたいなことをこれでやってます。だからね、これめちゃめちゃ練られてるなと思うんですよ。よくこんなコード書いたなって、まあ、あるいは、実装したときに、試行錯誤してこうしたのかもしれないんですけども、まあ、それにしてもなんかすごいちょっと一見ではよくわからなかったんですけど、そんな感じで実現されているということですね。それで、話を戻すと、init.desg エクスプレッションを、呼び出して、最後、すべてその、初期化というか、その、なんていうかな、初期化対象の要素を表すポインターと思われる、ポインター参照ですね。参照と思われるノードが LHS に入っているので、そいつと、実際の初期化に必要なエクスプレッションを、ND アサインで結合することによって、LHS はデリファレンスしているので、ここでデリファレンスしているので、なので、そこにその値を格納するというコードになっているわけですね。で、このエクスプレッションはじゃあどっから来るのかという話なんですけど、これは、これかな？イニシャライザー2かな？これですね。で、イニシャライザー2は、このイニシャライザーというのの呼び出しの中で、new イニシャライザーして、イニシャライザー構造体を準備しておいて、そのイニシャライザー2を呼び出して、初期化をして、初期化というかパースをしてるんですけど、ここのトークン、このイニシャライザーのイニットのカインドで配列だったら、カッコ始まりをスキップし、そして、その型を見れば、その配列の要素数がわかるので、その要素数の分だけ、これはカムイ読み飛ばしなんですけど、イニシャライザー2、つまり再帰的に呼び出して、処理をさせますと。で、カッコ閉じるを読み飛ばして終わりなんですけど、それがアレイじゃなければ、つまりリーフまでたどり着いた。3次元あるんだったら、1次元目、2次元目、3次元目みたいな3次元目までたどり着いたっていう場合は、その後のトークンをアサインで評価して、で、その得られたノードを初期化式として、init.expr に格納すると。これが先ほどのところで参照されて、初期化が実現するって感じですね。このアサインの部分は、これで言うとこのこれですね。これとかこれとかこれに相当しますね。あるいは2次元であってもこれとかこれとかこれ、あるいはこれこれこれに相当するってことですね。いや、できすぎでしょうっていう感じのことですね。で、コードジェンの方で、ND ヌルエクスプレッションは何もコードを出力しないっていうことで、これが来たら単に無視されるだけっていうのを実現しているという感じですね。いやー、疲れますね。ちなみに、これ、僕、リテイクしてるから、割とスラスラ喋ってるんですけど、最初にリテイクした時には結構、説明が大変でした。なんでかっていうと、実はこの辺あんまり、ちゃんと読んでないんですね、コード。なので、こう、見ながら説明してたんですけど、本当難しかったんで、大変でした。なんで見てないのっていうのは、ちょっとまた、後で、説明します。で、じゃあ次に、Initialize Access Array Elements with 0 で、これは、この初期化式の、実際のその式ですね。初期化するための式が定義されてない場合でも、これが実現されなければならない。そしてしかも、こうやって書いた場合は、この配列全体が初期化されなければならない。つまりは0で埋められていなければならないっていう制約があります。で、これはもちろん分かりやすいからいい。そしてこの場合、部分的に初期化されている。これは2次元配列なんですけど、それのうちの一部だけが初期化されている。これは本当はなんかカンマで区切ってもうちょっといるし、この子要素も、孫の式が本当はもう一個必要だけど、それも足りてないみたいな感じですね。これもちゃんと式が初期化されなければならない。0です。埋められなければならない。言い換えると、ゴミデータが読めたりしてはならないっていう話ですね。で、それを実現するのにまたノードが増えていて、ND Mem0 というのが追加されています。名前の通り、指定された要素を0クリアすると。いう特殊なと言ったらいいか、そういうノードが追加されています。先にコードジェンの方だけ見ておくと、GenAddressで、今まで ND バーでその指定されたバーのアドレスをロードするみたいになっていたのを、これを ND Mem0 の場合もそのバーに指定された、アドレスをロードするみたいな感じの風にできるように追加してます。そして、これは GenExpression の一部なんですけど、これですね、GenExpression の一部で、ND Mem0 新たに追加して、その場合、今の GenAddress でアドレスをスタックに積ませておいて、で、initObj というオプコードがあります。こいつに、型を指定することによって、その指定された、スタックに積まれているアドレスを、この型とみなして初期化するという、コードですね。まあ、こうすることによって ND Mem0 が実現できるようになりましたと。まあ、ここまでは話を分けられるので、まあ、これはこれで独立した話と。それで、パーサーの方なんですけど、イニシャライザー2のところで、これは、パーサーのルールで、カッコが始まって、その後、カッコ閉じるがなければ、ずっと、そこの中について、処理を行うという感じですね。これはもともとはその、アレイの配列の長さを基準に固定的にやってたんですけど、まあ、今回のやつみたいに途中で省略されて打ち切られてるかもしれないので、そうすると、それによってカッコ閉じるがいきなり現れたりするわけですよね。なので、ここで、両方が満たされてる場合だけ、ループを回すようにっていうふうに書いてありますと。それから、そうやって得られたものの式が、式で初期化が存在しない場合、さっき見たような部分、こいつのその初期化式の式の評価結果がないとか、この孫要素がないとか、それから子要素がないみたいなことになると、そうするとさっきのエクスプレッションがヌルになっているはずなので、そこには代わりに ND ヌルエクスプレッションをあてがうと。いうことで、結果的にそこでは何もしないコードが出力されるようにしていますと。で、あとですね。で、そうは言っても、部分的に無視されたら、未初期化の変数だと、部分的に未初期化の領域が残ってしまうかもしれない。その配列の要素の N 番目以降、初期化式が存在しないと、そこはなんかゼロクリアされてないって可能性があるので、なので、事前に ND Mem0 で全部初期化するという式を、ノードを作っておいて、そいつを ND コンマで結合することによって、まず初期化、全体の初期化をします。それから、個々のその初期化式を全部結合したものを、この RHS に持ってくることによって、その後の初期化が全部行われるようなノードを生成するという感じになってるわけですね。じゃあ、次。スキップエクセスイニシャライザーエレメンツ。これが分かりにくいんですけど、どういうことかというとですね、さっきの式で見た方がいいのかな。さっきのやつは足りない場合はどうっていう話だったんですけど、要するにこれとか、ここなんかそうですよね。カンマ3の3番目の要素を初期化する式がそもそもないみたいな話なんですけど、逆に多すぎる場合ですね。多すぎる場合は多すぎる要素について無視するっていう操作をしないといけなくて、それを今回やるっていう感じですね。ちょっとなんかテストコードはなかったんですけど、まあちょっと説明を試みると、イニシャライザー2で、カッコ始まりがあり、で、カッコ終わりが、来るまでの間4で繰り返します。そして、それが、その配列の要素数の範囲内であれば、これまで通りイニシャライザー2を再帰的に呼び出して初期化をします。でも、その配列の要素数を超えた部分というのは、それはもうどうにも格納できない式がそこに書かれてるってわけですね。これなんか C 言語的にはなんかエラーにするわけじゃなくて単に無視するっていうことなんかなと思うんですけど、それをスキップエクセスエレメントっていうので新たに追加したこの関数で全部それに対応するトークンを読み飛ばすみたいな感じになっています。それは、ここで、ここも再帰的に書かれてるんですけど、カッコ始まりがあったら再帰的に呼び出して、っていう感じになっているので、カッコ始まりが例えば N 個あると、カッコ終わりが対応する数だけ、つまり N 個だけ、現れるっていうのをここで全部消化します。そしてその後、そこに現れたもの、カッコカッコカッコ、何か式みたいなものをこのアサインで、判定、パスするんですけど、その結果捨ててるんですよね。このアサインはノードを返すんですけど、普通はそいつをどっかにほじって式として使うんだけど、これは結果を捨ててます。つまりこれは単にその構文的に正しいっていうのだけ確認して全部読み飛ばしているっていう感じですね。で、最終的にその、読み飛ばした先にあるトークンを返すっていう感じになっているので、その後カッコ閉じるカッコ閉じるカッコ閉じるが順番にスキップで読み飛ばされて、晴れて、カッコとカッコ閉じるに対応付けられた全てのその式を読み飛ばすみたいなのになっているという感じですね。これもなんかリテイク前の映像ではですね、なんかもうここ何やってんのかよくわからんわっていう感じで説明してたんですけど、まあ、こんな感じで、実現されています。それからですね、次は、@String Literal Initializer。で、これは、できますよね、こういう式ね。キャラの配列に対して文字列を代入できますと。で、この場合、この X4 にはターミネーターも含みます。つまり A、B、C、N0、0ですね。0が含まれるので全部で4バイトってことになって、これはまあちょうど4バイト分の配列に4バイト分の文字列を代入しているという感じですね。こういうの初期化を実現すると。まあ、今までの話で配列の初期化については分かったんで、まあ、おそらくなんかここの部分はまあ単純になんか4要素の、カッコでその、この初期化式が4つ間まで区切られたものが、当てがわれたものとして処理するような、そういう式を書けば実現できるだろうと。で、まあ、そこの部分は再帰的に実現すれば、なんかこういうふうにネストしていても、初期化は実現できるだろうというのが、想像できると思います。想像できると思いますって言いましたけど、僕はさっきまであんまり自信がなかったですけど。はい。で、これヘッダーに、なんか MAX と MIN という、なんかマクロが追加されてます。これはよくあるマクロなんですけども、まあ追加されてますと。MAX は今回使わなかったですけどね。まあ、せっかくだからって、追加したのかもしれないですね。で、パーサーの方は、喉が疲れてきたわ。まずですね、イニシャライザー2で、アレイの他に今回、ストリングを追加するために、代入先がアレイで、今現在注目しているトークンが TK ストラ、文字列の場合ですね。その場合はストリングイニシャライザーに行きます。それ以外の場合は、これまでと同じようにアレイイニシャライザーに行くという感じにしてあります。そして、アレイイニシャライザーは、リファクタリングの結果なんで、前回のこの実装ですね。ちょっとわかります。すいません。イニシャライザー2の、配列を、初期化していたコードをそのままここへ持ってきたという感じですね。それから、ストリングイニシャライザーが今回追加されたやつで、これで、今の min マクロを使って、配列の要素数と、それから、文字列の要素数ですね。これの短い方を使って初期化コードを実現しますと。で初期化の方法は、エクスプレッションが1文字ずつ生成されて、ND Mem ですね。つまり、1文字の数値を代入するみたいな、そういうなんか式が N 個作られるみたいな感じですね。なんで、ここの部分見てると、なんかちょっと、かなり、なんか、効率は良くないなって感じはします。まあ、例えば、何か固定的にその、4バイトをそのままどっかに配置しておいて、そのメモリをメムコピーみたいなもので転送した方がはるかに効率が高いことがわかりますね。まあもしかしたらなんかそういうようなエンハンスを最適化の一環でしてもいいのかもしれないですけど、今はもう単純にこういう式だけで実現していると。だからまあ結果的に一個一個の値を代入するコードがコードジェネレーターで生成されるっていうことになると思います。ということで、これが文字列への生成ですね。初期化です。で、次が、Allow to omit array length if an initializer is given. これは、これなんだっけ？あ、そうそうそう。こう配列の要素数が指定されない場合がありますね。この場合、右辺のこの初期化式から、例えばこれで言うと要素が4つあるから、だからこれは結果的に x(4) と同じことになると。要素数4の配列として初期化されるっていうのが、こんな感じで書けるということですね。まあこれね、まあなんか C 言語の便利機能っていうと変ですね。便利構文って言ったらいいのかな。まあ遠い構文っていうと違うんじゃねえかっていう気もするけど、まあなんか便利構文なんですけど、こういうのをサポートするのにこんなに苦労するのかっていう感じなんですけど、まあC 言語こうなんだから仕方がない。まあ、なぜなら C 言語だからだっていう感じですけど。はい。じゃあ、これどう実現するかなんですけど、まず、ああいう、こう要素数が指定されない配列を、この isFlexible というので、区別します。これはフレキシブルアレイという名称がついてるみたいですね。で、フレキシブルアレイで、やっぱこれ下から見た方がいいのかな。まず NY イニシャライザーで、これまではどうしてたんだっけ？バー対、あ、そうそうそう。イニシャライザーに引数追加して、この、なんだ、初期化対象の変数の型ですね。これを渡すようにしてます。で、しかもこれアドレス渡ししているので、後でこれが書き換えられる可能性があるということです。書き換える理由についてはまた説明します。それから、ここで、このイニシャライザーのこの後ろにこういう new 対というのを追加してます。ポインターのポインターで。で、この new イニシャライザーというのに、この true を渡している。これがフレキシブルアレイを表しているっていうことですね。true にすることでフレキシブルアレイを、受け入れるという意味になります。で、それらで一連の初期化の処理をした後、最後に、イニシャライザーの対を、この渡されてきた引数に上書きすることによって、新しい型に、置き換えているんですね。これはなぜかというと、ここに来た時には、フレキシブルアレイだと配列の要素数が未確定な状態です。これはまあ内部的にマイナス1になってるんですけども、だけど、初期化式のその解釈をしていくと、そうすると要素数が確定するんですね。例えばさっきみたいに要素数4とかいうふうに確定する。そうすると、対が変わるんですよ。対は配列なんだけど、その配列の要素数がマイナス1だったのが4に、ね、置き換わるので、内容が書き換わるので、なのでそいつをこの呼び出し元に渡すために、こういうふうに代入してるんですね。で、それによって、本当の型が確定するっていうことになります。つまり、これで言うと、初期化の直前の状態ではこれはフレキシブルアレイとマークされていて要素数はわからないんだけど、初期化式の評価パースを行うと、そうするとここに4というのが入っているような状態になるので、この X の型がもう確定するという感じになるわけですね。この辺が分かりにくい。それから、アレイイニシャライザーで、その初期化式が、フレキシブルアレイだった場合ですね。この場合、その要素数をトークンをぐるぐる回すことによって、数えています。で、その要素数がわかる。例えばその右辺の、初期化式が、4要素を持っているとこいつが4になるので、なので改めてここで、アレイオブで4要素の配列の配列型を作って、初期化イニシャライザーの構造体を無理やり上書きしてますね。で、これによってフレキシブルアレイだったものが要素数4の配列というふうに確定するようになっているわけです。で、これが数えているところですね。で、どうやってやっているかというと、ダミーのイニシャライザーを作りますと。で、型は対は配列型なので、配列の要素型にしなきゃいけないから、対ベースを参照してるんですね。で、この i がその数えてる変数で、で、カッコ閉じるが来るまでをぐるぐる回します。そしてカンマを読み飛ばします。イニシャライザーを呼び出して、初期化式を、パースしますと。でも、このダミーは結局何にも使わずに捨てるんですね。まあ、だからダミーと書いてあるんですけど、で、その結果何が得られるかというと、ここでぐるぐる回した数だけ要素数があるということがわかるので、それが i に入っているから、これで i を返すことによって、右辺のその初期化式の要素数がわかるという感じですね。で、ストリングイニシャライザーの方も、フレキシブルだったら、そしたら、ここでアレイオブで、要素数を確定させた、配列型を生成して、そいつに無理やり書き換えます。要素数は、文字列の場合はトークンの中に単位というのがあって、この単位がその、配列、要素数付きの配列を表しているので、そのアレイレーンを参照することによって数が確定するという感じですね。で、ここが、デクラレーションなんですけど、もともとは、ここで、デクラレーターを解析すると、そうすると配列の要素数が分かるはずなのに分からない。つまり、マイナス1になっていたら、バリアブルハズインコンプリートタイプというふうにしていた。まあ、それはつまり、要素数が存在しない、単なる、変数とかを宣言した場合みたいなのがそれで相当するんですけど、それをすぐにエラーにしずに、その後解析していくと初期化式があるかもしれないので、なので、ここですね、ヘルバーイニシャライザーを呼び出すことによって、式が確定するか、式から、配列の要素数が確定するかもしれないので、こいつを呼び出してからチェックする、改めて。で、そうすると、初期化式が宣言されていなかったとすると、こいつはマイナス1のままになっているので、なので、その場合は本当にエラーにする。それから、その初期化式の、単位が、ボイドになる場合、ちょっとなんかこれ、よくわからんのですけど、もしかしたら、カッコボイド、カッコ0みたいな感じで、無理やりボイドにキャストしたような式のことを言ってんのかなって思うんですけど、その場合、バリアブルデクラレートボイドっていうエラーで、まあ、終了するという感じですね。いや、なかなか難しいですね。はい。で、あと、さっきからフレキシブルアレイがマイナス1なんてことをさらっと言ってるんですが、それはこのニューイニシャライザーのところだったかな。あ、違うわ。まだちょっと違いますけど。このニューイニシャライザーで、型がアレイだった場合は、さらに、引数で is フレキシブルが true で、かつ、対サイズが0より少ない、つまりフレキシブルアレイだった場合、型がフレキシブルアレイだった場合は、イニシャライザーの is フレキシブルを true にすることによって、今から処理するのがフレキシブル、アレイを対象としているということを明示するようにしていますと。で、この is フレキシブルは、このニューイニシャライザーが最初に呼ばれてくるときは、ここに true を渡してるんですね。で、なんですけど、この後、これ、子要素、孫要素について再帰的に呼び出しているので、その時には全部 false を渡すようにしています。つまり、ルートの要素、一番外側の要素、言い換えると、イニシャライザーの、これですね、ここの要素。で、この、例えば、子孫、じゃあ親子孫ってあるときに、親だけがフレキシブルアレイになり得て、子とか孫とかはこうフレキシブルアレイではダメなんですね。なので、それを判定するために、先ほど見たようなこれかな、この先頭のところだけ true が渡されてきて、その場合だけ、フレキシブルアレイだったらフレキシブルアレイを受け入れるというような判定をここに、ここで実現しています。で、子供孫を呼び出すときはフォルスを渡すということで、ここのフレキシブルアレイには必ずならないようにしているっていう感じですね。あと、あとなんかあったかな。そんだけだっけ？そうですね。フレキシブルアレイ。そうですね。はい。すいません。以上です。以上です。頭の中がぐちゃぐちゃになっている。じゃあ次いきます。Handle Struct Initializers for Local Variables。これは、今度は、構造体に対する初期化式ですね。これもなんか構文的には、こういうふうに配列の時と全く同じように1、2、3みたいにカンマでかけて、まあなんか見た感じで分かるには分かる。それぞれ1が A に入って2が B に入って C が3に入るんだろうっていうのはまあなんか見れば分かるんだけど、なんかあれですよね、 C 言語の C 機のような顔をしていてこいつは違うやつだって感じですねまあそれを同じように実現すると。ただこれまでのその実装の流れを見てると、配列についてその探索していたところを構造体の各メンバーについて探索するようにすれば、後の大枠の構造は今のままで変わらずそのまま当てはめて実現できるだろうっていうのは容易に想像できます。これはまあそのように実装したか試行錯誤の上、そうなるようにコミットを分けて、作ってはリベースしてってことを繰り返したのかなっていう気がします。ちょっとね、これをね、その C 言語の仕様を知ってるからといって、この構造をね、パパッと思いついて書けるとはとても思えないんですよね。もし書けた人間じゃねえなって気がするんですけど。まあなので、まあ、試行錯誤の結果こういう感じで構造的にはエレガントになってるけど、ちょっと初見ではよくわからんわみたいな感じになってるのかなって気がします。で、これまで配列は要素数っていうのは要素のその番号というかインデックスはまあ必然的に決まってたんですけど、メンバーの場合は構造体メンバーはそういうのないので、これまではなかったので、なので、今回新たにそのストラクトメンバーの中にインデックスというのを、追加して、これがその、構造体のそのメンバーのが何番目のものかっていうのを表すようにしているという感じですね。それから、これがまず、ですね、ここを先に見た方がいいかな。まずこのストラクトメンバーズっていうルールがその構造体の解析をしているところなんですけど、そこで新たにそのインデックス番号を、ここでこれですね、ここで格納するようにしています。これで下準備ができたわけですね。でこれかな、このイニットデザイネーションの中にもその初期化しようとしているその対象のメンバーが何かっていうのを参照できるように、そのメンバーというメンバーが追加されています。ややこしい。多分ステージ2コンパイラーの実現に行くとね、もうなんかステージ1の時の、これの話なのか、ステージ2が、ステージ1によって翻訳された、コードがこれになってみたいなね、なんかぐちゃぐちゃになる気がしています。すげえ大変そうだなって感じがします。なんかメタな感じですよね。自分で自分をコンパイルするとか考え始めるとね。はい、それで、まあ余談でした。で、これはなんだっけな。あ、ニューイニシャライザーですね。ニューイニシャライザーで、ストラクトをサポートするために対ストラクトだったら、そしたら、まず、配列の要素数は、アレイレンを見れば分かったんですけど、構造体の場合そういうものはないので、対メンバーズのリンクリストをたどることによって、そのメンバーが何個あるかっていうのをここで調べてるんですね。で、それで数が分かるから、個数が分かるから、イニシャライザーのその個要素の、要素を格納するチルドレンですね。こいつの、メモリをここで確保していますと。で、そいつらのそれぞれに対して、対応するそのメンバーを、ニューイニシャライザーを再帰的に呼び出すことによって、初期化して結合しているという感じですね。まあ、初期化は分かる。初期化はな。で、initSG は、まあ、これ新たにメンバーを追加しているので、まあ、そういうヌルを代入してるんですね。先頭では対応するメンバーがないので、ヌルで初期化している。それから、createLbyInit の方は、対ストラクトだった場合ですね。やっぱりこれも先頭をND ヌルエクスプレッションにして、ND コーマで、こう、連結されたノードが作れるようにしています。そしてそれぞれのそのメンバーについて、ここでぐるぐる回しながら、個要素についても、その CreateLBinit で、初期化を実現していると。で、そこで、得られたその初期化式を、ND コンマで結合して、全体として一つのそのノードで全部初期化が行われるっていうふうにしていると。この辺の構造はさっきのその配列の初期化とほぼ一緒ですね。から、initDSG エクスプレッションは、メンバーが存在した場合はそのメンバーへの参照にする。でこれを、initDSG エクスプレッションを再帰することによって、例えばなんか構造体 A の中の、メンバー A の、メンバー B のメンバー C みたいな感じで、こうメンバーの子要素孫要素を例えばドットノーテーションで結合してかけたりするわけなんですけど、それらと同じようにその親要素、子要素、孫要素のそれぞれについてのその参照という形で実現してるんですね。でもここ本当ややこしいんですけど、この DSG インデックスは、メンバーのインデックスを表してるんですけど、このノードのメンバーってこの ND メンバーでノードのメンバーを参照するときに、その DSG メンバーには、対応する、そのインデックスに対応する、メンバーが格納されているはずなので、ノードのメンバーに代入することによって、その、メンバーがずれてる場合ですね。A、B、C とあるならば、その A ではなくて、その B とか C とか指定された場合に、その、要するに2番目のメンバー、3番目のメンバーみたいにずれてる場合は、それはアドレスがずれることになるんだけども、それらはそのメンバー参照によって、ずれたものを参照できるようにデリファレンスされるから、それで実現できると思います。なんとなく、ここはちょっと怪しいけど、説明がちょっと怪しいかもしれないけど、多分そういう風になってると思います。どちらにしてもなんか、配列と基本的には一緒ですよね。配列の場合は、要素数がイコール要素番号なんですけど、構造体のメンバーの場合はそういうわけにはいかないので、メンバーという抽象的な、構造体を指すものを変えることによって、参照数のA、B、C みたいな感じでずれたりとかいうのを実現できるように、式が結合されるっていうことですね。ちょっとなんかもうややこしすぎて、あれですね。あれもうよくわかんないって感じですね。で、イニシャライザー2では、対ストラクトが来た場合は、ストラクトイニシャライザーに飛ばしています。で、そのストラクトイニシャライザーがここにあって、これパーサーのルールですけど、カッコ開始が読み飛ばされて、で、先頭のメンバーを準備して、で、カッコ閉じるが来るまでは、カンマを読み飛ばしながら、そのメンバーが存在する間は全部、そのイニシャライザー2を呼び出して再帰的に処理することによって、そのメンバーに対する初期化処理を完了させますと。で、これも配列の要素数と同じで、要素数を超えてる場合は、それらの式については全部無視しなければならないので、スキップエクセスエレメントを呼び出して、それ以降の、初期化式ですね。これを全部無視するようにしています。はい。これでよかった。難しい。もうね、C ゲームのね、初期化式かなり嫌いになりましたね、これね。もうやだ、触りたくないって感じです。で、じゃあ次いきます。Allow to initialize a struct with other struct。で、これはあれですね。すでにその用意されている構造体のインスタンスを使って初期化を行うってやつですね。この y イコール x みたいな感じのだ。まあこれなんか C 言語を書いてる時にはこう初期化式というよりは単なる代入式のように見えたりするんですけども、まあ実現の仕方はだいぶ違うっていう感じですね、例によって。で、コードジェンにちょっとコード増えてますけど、これはあれですね。なんかこの、なんかデバッグしてる時にここでかなり朦朧としていて、で、なんか理由が、バグの理由がわかんないからって思って、なんかここに、ありえないものがもし来たらアンリーチャブルにしとこうと思って、なんか書いたような気がします。まあこれはちょっとありえないので、結局ここには来ないはずなんですけど、まあ念のため入れたって感じですね。なんで、まあ直接は関係ないです。それから、パーサーの方で、これはイニシャライザー2で、対ストラクトが来た場合ですね。対ストラクトが来た場合、これまでは、直前のやつではストラクトイニシャライザーを呼び出していたんですけど、そこの前にチェックを入れていて、カッコが始まっていない場合ですね。いない場合。つまり式的にはこれですね。tx イコール y みたいな感じで、ここにカッコが来てないような場合は、もうそこから後のトークンを全部アサインとして処理をすると。で、結果的に得られたノードっていうのは、それが構造体であれば、それをそのまま初期化の式として、イニットエクスプレッションに代入することによって、まあ、右から左に、こう代入されるっていう式が実現されるという感じですね。これはまあ、そんなには難しくない。で、あと、これが、createElb_init で、そういうような処理をすると、ここに来たときには、イニットエクスプレッションに何か値が入ってるかもしれない。それは、その、ty イコール x みたいに書いた場合は、エクスプレッションがもうすでに入ってるんだけども、入ってない場合は、これまだそのイコールの右辺について、何も分かってないっていう感じなので、ここで、これまで通り、elb_init を呼び出して、初期化式を解釈を行うという感じになっています。はい。で、よし、最後。ですね。多少さっきよりは短いかな。これは Handle Union Initializers for Global Variables。まあ、ユニオンですね。で、ユニオンの場合、メンバーの最初の要素、ユニオンの最初のメンバーですね。ユニオンの最初のメンバーに対する式が書けるっていうことらしいです。もう書いたことないですけど、ユニオンの初期化式なんて。まあ、そういうことらしいです。で、なので、この場合だと、int a に対する式なので、まあ、こんな感じで、いわゆる整数が初期化式として書かれている。こっちの場合だと、逆に構造体が先頭に来ているので、構造体への初期化であれば受け付けるっていうような感じですね。そうなんですかって知らんし、多分これからも書くことはないだろうっていう感じですね。で、new initializer では、単純に、対ユニオンの場合も、同じような流れで、メンバーに対する情報を収集して、で、初期化し、イニシャライザー構造体ですね。イニシャライザー構造体の初期化を実現するというふうになっています。それから、これかな。createElb_init の中で、対ユニオンの場合を追加してますと。対ストラクトの場合は、各メンバーについてそれぞれ別個のその初期化式を処理しなければならなかったので、全部メンバーについてぐるぐる回してたんですけど、ユニオンの場合は先ほど言ったように先頭のメンバーだけを対象にするので、もう固定的に、ここでチルドレン0と指定することによって、先頭のメンバーだけ、初期化式が生成されるようにしています。それから、イニシャライザー2の、ユニオンだった場合ですね。これはユニオンイニシャライザーというのを新たに呼び出しています。そしてユニオンイニシャライザーはここにあって、まあ、ここにも書いてありますね。Unlike Structs, Uniform Initializers take only one Initializer and that Initializer is the first Union member 書いてありますね。なので、カッコ読み飛ばして、イニシャライザーを最初のチルドレンの最初の要素にだけ適用してカッコ閉じるが読めるっていうのを確認するという感じですね。こんだけかな。で、あとこれはなんだっけ、あ、これさっき見ましたね。はい。ということで、ユニオンの初期化もできるようになりましたと。いうことで、今回こんだけですね、ちょっと多かったですけども、説明しましたと。いうことで、次回、いよいよ、これ、初期化で、引き続き初期化の話があるんですけども、次回はね、ちょっと、物語が大きく動く話になると思います。あと、個人的には、涙その1になったやつなんですけど、次回また説明したいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、今回は説明終わります。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。